こんにちは、インディーズの拓也です。今日は、機材のセッティングはエントリーしてから完結するパート2、パート1はいつでしたでしょうか、覚えておりませんが、パート1ではですね、主にベルトのフィッティングについてお話をしたっけしたかなと思うんですけど、重さがある状態、陸上だと締め切れない部分がどうしてもあるので、浮力がある状態、この水の中に入ってプカプカした状態で肩のベルト、お腹のベルトをしっかり締め直して、増し締めをして、まあ、より水中でこう快適なフィッティングをというお話だったっけでしたっけ。今回はですね、まあ、マストではないんですが、こんな風にするといいんじゃないかなみたいなお話をさせていただきます。ちょうどレンタル機材 BCD ありますので、これを使ってですね。BCD は皆さん使ったことあると思うんですけど、肩とか、まあ、お腹のところとか、はたまたこの腰の下のところとか、いろんなところに D リングとか D カンとかって言って、まあ、ライトとかカメラとか取り付けられる場所があると思うんですけど、これ僕陸上でつける位置とダイビングを始めて水中でつける位置、これを変えてるんですね。どういうことかというと、機材を背負います、エントリー口まで歩いていく、ボートに乗船していくっていう時にはですね、ここら辺が望ましいですよね。下側につけると結構歩くたびにももに当たっちゃったりとかして邪魔だったりするので、結構みんなこの肩、胸の前の D リングを使ってる方が多いんじゃないかなというふうに感じます。僕もそう。ただですね、この位置っていうのは水中に入った時、立ち姿勢から水平姿勢に変わって、この泳ぎ姿勢に変わった時にですね、思ったより、近いというか取りづらいですね。まあ起こりうるエラーとしては、カメラを撮りたかったのに、ライトを撮りたかったのにインフレーターホースだったとか、っていうことがありますよね。あとはやっぱりこの胸の前側のもの、視野が狭い中で胸の前側のものを探すと、どうしても起きちゃうのがこの二重顎みたいになっちゃうやつですね。これは避けたい、ダイビング中二重顎だけは避けたいので、僕はですね、エントリー前、歩いてとか船に乗ってとかっていう時にはここをすごく多用するんですけど、ダイビングを始めてからは結構下の方ですね、これなんか陸上ではこんな邪魔なところにと思うんですけど、水中だとすごい、足の付け根あたりに来るので、ライトとかカメラとかすごく撮りやすかったり、します。なので歩くときは、船に乗るときは、胸の前側に集中しているカメラやライト類がですね、類を、ダイビングをし始めてから最初に自分の撮りやすい、なんなら目視もしやすい、腰とか、お腹とか腰とかのところに付け直すっていう風にすると、まあ、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。僕はそんな風にしてます。まあ、この陸上で過ごしているこの角度とこの角度って全然違うので、ぜひ試してみるといいんではないかなというお話ですね。エントリーしてから、じゃあ行きますかって言って、こまごましたものを持って、海の中に入るんだけど、まあ、その後のコントロール、このちょっとの調整ですごくこの水中での取り回しが楽になるんじゃないのかなというお話でした。というわけでまた。